ヤンフェルメールによる絵画の芸術構図は、ビジュアルアートにおいて対象とは異なり、芸術作品におけるビジュアル要素、または成分の構成、または配置。それはまた、芸術の原則に従って、芸術要素の構造として捉えることができる。絵の構成は、物語からの瞬間、人、場所のいずれであろうと、描かれている内容とは異なる。 例えば、セイギオルギオストリューなどで、多くの主題はしばしば芸術的に描かれていますが、二つの図が典型的に示されている唯一のものであっても、幅広い範囲の作品で利用されている。コンポジションという用語は、まとめることを意味し、音楽から分筆、写真、そして意識的な思考を使って整理されたアート作品にも適用できる。ビジュアルアートでは、 文脈に応じて構図はデザイン、フォーム、ビジュアルオーダー、またはフォーマルな構造などの様々な用語と互換的に使用される。印刷及びデスクトップパブリッシングのグラフィックデザインではコンポジションは一般にページレイアウトと呼ばれる。絵画が視点の概念を採用するとき、絵の構成はルネサンスからヨーロッパの芸術において特に重要性を獲得。 他の文脈でも私たちの目は混乱することなく、イメージを通してスムーズに捉えることができ、そして構図概念破綻は起こらない。例えばヨーロッパで描かれた物語のパネルや、極東のローラーで描かれたパネルの場合でも、絵の構図の概念は絵のように一度に捉えることができ、システィーナ礼拝堂・レイ・ハイドミケランジェロやモネのスイレンのオランジュリーといった見た目構造が非常に長るものも適用できる。 芸術理論は、最初から絵の構成を定義し、規則を見分けようとしている。アルベルティの場合、絵画の3つの構成要素はつまり、輪郭の決定、光の分布、及びそれらの構成としている。構図とは、作品の中で様々な部分を結合することによって、絵画を描くための操作法である。から、アルベルティ、デピカチャー、1435-4。アルベルティ、 対象を最も巨大な仕事は巨大ではないより、こうして手法条件が明らかになったので、作家は芸術が美を求め、そしてそれが正しい比率で存在するという一般的な考えをイメージに適用していく。以下こうしたアプローチと競合し、他の目的のための規則、またはプロセスを確立した。実際に絵画が効果、 すなわち感情を喚起することを目的としている場合、構成の理論は完全に逆転する可能性がある。このようなものとしてメドゥーズ号のイカダでテオドールジェリコーはほとんどの絵において状況の恐怖を呼び起こす醜さの不一致を砕けている垂直の三角形の中に示した。生存者への希望を表現しながら地平線上の小さな穂が見える。それ以前は 次のような FR、ロジャーデ・パイルズの概念をより広く再定義していた、ラコンポジション、ピカチャール・コンレンド・エル、インベンション、イラディスポジション、オトラ・チューズ・エディ、インベンター・レ・アブジェイ、オトラ・チューズ・デレビアン・プラセール。なお、この概念は19世紀まで、学術教育でも採用されていた。主な記事、芸術の要素デザインの要素、形式的な要素、または、 芸術の要素として知られている。様々なビジュアル要素は、ビジュアルアーティストが構成する語彙を構成する。全体的なデザインのこれらの要素は通常互いに、そして芸術作品全体に関連している。デザインの要素は次の通りである。線は芸術家が見る人の目を向けることを可能にする、光学現象である。線の作詞は自然の中に存在し、視覚芸術の要素は、 この錯覚を作り出すように配置することができる。視聴者は無意識のうちに様々な要素や被写体がほぼ連続的に様々な距離に配置された状態で読んでいる。そのような要素は画像の構成において劇的に役立つ。これらは電話や送電線のような文字通りの線、あるいは線上の削具である。線は色やコントラストが異なる領域の境界。 または個別の要素の並びからも派生する可能性がある。動きは線の源でもあり、ぼやけた動きは線としてレンダリングされる。サブジェクトラインはムードと直線的な遠近感の両方に寄与し、見るものに投資投影的奥行き感を与える。斜めの線は動きの感覚を伝え、角度のある線は一般にダイナミズムの感覚とおそらく緊張を伝える。線はまた、 絵の主要な主題に注意を向けることも、それを区画に分割することによって組織化に貢献することもできる。アーティストはおそらく視聴者へのメッセージの一部として誇張したり、線を引いたりすることがある。明確な主題点のない多くの線は画像内の混乱を示唆しており、アーティストが呼び起こそうとしている気分と衝突する可能性がある。 まっすぐな左の線は異なった気分を作り出し、視覚芸術に愛情を追加する。線の角度とフレームのサイズとの関係は、画像の雰囲気に影響する。横線は、風景写真でよく見られるもので、落ち着き、静けさ、そして空間の印象を与える。強い垂直線で埋められた画像は、高さと壮大さの印象を与える傾向がある。きつい角度の収束線は、 画像にダイナミックで活発でアクティブな効果を与える。角度が強い斜め線は画像に緊張を生じさせる。視覚芸術の視点においては非常に重要である。あらゆる視点が異なる角度の線を見るからである。この遠近感の変化はイメージに対する異なる反応を引き出す。遠近感を数度、または 数センチメートルだけ変化させることによって画像内のラインを大きく変えることができ全く異なる感覚を伝えることができる直線はまたトーン、色及び画像の他の部分に関連する繰り返しの影響を強く受ける直線と比較して曲線は絵に大きな動的影響を与える視聴者がそれらを柔らかさと関連づけるのでそれらはまた 概してより心理的に好ましい。写真では柔らかい指向性の照明と組み合わせると曲線が段階的な影になることがある。これは通常画像内で非常に調和のとれた線構造になる。色には色相、明るさ、または彩度、根の三つの特性がある。色相は単に色の名前である。明るさと彩度は色の強さを表す。 彩度の高い色は彩度の低い色よりも純粋でグレーが少ない。色に対する明るさと暗さが根である。色は私たちの感情の中で働く能力も持っている。そのため色を使ってムードを作り出すことができる。それはまた調子、パターン、ライト、動き、記号、形態、ハーモニー及びコントラストとしても活用できる。テクスチャとはオブジェクトが どのように感じられるか、または触れられた時に感じられるように見える方法を指す。テクスチャを経験する方法は物理的または工学的の2つある。様々な手法を使用して物理的な質感を作り出すことができる。これによりビジュアルアートの品質を見たり感じたりすることができる。これには金属、砂、木などの表面を含めることができる。 光学的な質感は物理的な質感の錯覚が生じる時である。写真、絵画、絵は視覚的な質感を使ってよりリアルな外観を作り出す。明るさと暗さはビジュアルアートの価値として知られている。値は光がどのように物体から反射するのか、そしてどのように見えるのかを表す。反射される光が多いほど値が高くなる。白は最高。 または最低の値であり、黒は最低、または最低の値です。色にも値がある。例えば、黄色は高い値を、青と赤は低い値を表します。カラフルなシーンの白黒写真を撮る場合、残されているのは値だけである。特に絵画やドローイングにおけるデザインのこの重要な要素は、アーティストが値のコントラストを通して、 光の錯覚を作成することを可能にする。フォームという用語はビジュアルアートでは様々なことを意味する。形は空間内の立体物を示唆している。彫刻などのアートワークの物理的な性質としても説明されている。それは芸術としても見ることもでき、美術を通して表現することもできる。フォームは二次元のみの形状とは異なり、ボリュームを囲み、長さ、 幅および高さを持つ。数学的なフォーム、玉、ピラミッド、立方体、円柱および円錐は幾何学的フォームとして知られている。有機形態は典型的には不規則で非対称的である。この形は花、岩、木などの自然界に見られるものだが、建築にも見られる。ドローイングやペインティングの中のフォームは、照明、影、価値、 そしてトーンを通して3次元のフォームの錯覚を伝える。値のコントラストが大きいほど立体的な形は顕著になる。値がほとんどないフォームはバリエーションとコントラストが大きいフォームよりもフラットに見える。スペースはオブジェクトとの周囲、上部、内部の領域です。写真家はスペースを捉え、建築家はスペースを築き、画家はスペースを作る。 この要素は描く、ビジュアルアートにある。ポジティブ、またはネガティブ、オープン、またはクローズド、浅いまたは深い、および二次元、または三次元であり得る。ドローイングやペインティングでは、空間は実際には存在しないが、その錯覚がある。ポジティブスペースが作品の主題である。周囲、上部、および内部の空白スペースは、負のスペースだ。主な記事、 芸術の原則芸術家は芸術作品の興味の中心がどうなるかを決定し、それに応じて要素を構成する。視聴者の視線はこれらの興味のあるポイントを超えて残る傾向があり、要素はいくつかの要因を考慮して調和の取れた全体にまとめられる。一般的に統一と呼ばれる現象。そのような構成要素は芸術の要素自体と混同されるべきではない。例えば、 形状は要素だ。形の用法は様々な原則。写真の構成に影響を与える組織の原則は次の通りである。たとえ対象が完全に架空のものであり、心の中で見られていても見る人の位置は画像の美観に強く影響する。それは絵の中の要素に影響を与えるだけでなく、それは視聴者の主題の解釈にも影響を与える。 例えば、男の子が上から、おそらく大人の目の高さから撮影された場合、彼は身長が低下します。子供のレベルで撮った写真は彼を平等として扱い、下から撮った写真は優位性の印象を与える可能性があります。従って、写真家は視聴者の位置を選択している。被写体が枠いっぱいになると、より劇的に表現される。 物事を実際よりも大きいものとして認識する傾向があり、枠を埋めることはこの心理学的メカニズムを満たしている。これは背景からの気を散らすものを排除するために使うことができる。写真撮影ではカメラの位置を変えることで画像が変わることがあり、その結果被写体は競合する気をそらすことが少なくなる。これは近づく、横方向に動かす、傾ける、 パンする、またはカメラを垂直方向に動かすことによって達成される。芸術家の目的に応じてアートワークの中で統一感を実現するための多数のアプローチ、または構成技法がある。例えば、芸術作品は作品内の要素がバランスの取れた構図で配置されている場合、美的に目に優しいと言われている。しかし、 サルバドールダリのように伝統的な作品を混乱させ、芸術作品の中のバランスとデザインの要素を再考するように視聴者に挑戦させることを目的とするアーティストもいる。従来の構成はいくつかの手法で実現できる。3分の1の法則は画像を水平方向と垂直方向に3分の1に分割する水平線と垂直線の上または近くに 画像の重要な機能を配置することが視覚的に魅力的であると示す構成ガイドである。目的は画像を3つの等しい列と行に分割する線の一つの近く、理想的には交差点の近くに置くことによって被写体とそれらの行間心領域が画像を2分するのを防ぐことである。3分の3のルール、水平線が下のグリッド線にどのように近づくか、 そして暗い部分が左の3分の1にどの部分が右の3分の1になるかに注意してください。3分の3の法則、水平線が下のグリッド線にどのように近づくか、そして暗い部分が左の3分の1にどの部分が右の3分の1になるかに注意してください。3分の3の法則は黄金比の単純化であると考えられている。 黄金比は作曲の手引きとして歴史を通して芸術家によって使用されてきたと考えられているがこの主張を裏付ける証拠はほとんどない。オッツの原則は画像内の奇数個の被写体が多摩数個よりも興味深いことを示唆している。したがって写真に複数の被写体がある場合は少なくとも3つの被写体を含む配置を選択することを勧める。 被写体の数が偶数の場合、画像内に対称性が生じる。これは自然主義的で非公式な構図では自然に見えない場合がある。例えば中央にいる人物がその画像、アートワークの関心対象である二人の人物に囲まれたりしている人物の画像は見る人よりも有効的で心地よいものとして認識される可能性が高くなる。 空間の法則は芸術家が動きの錯覚を適用したい、または視聴者の心に文脈上のバブルを作り出すことになっているオブジェクトを描くアートワークに適用される。これは、例えば描かれている人の目が見ている方向に空白を残すこと、またはランナーを描くとき、動きを示すために彼の後ろではなく彼の前に空白を追加することによって達成することができる。 雑然とした画像は画像内の主な要素から気をそらすことがあり被写体を識別するのを難しくする無関係なコンテンツを減らすことによって視聴者は主オブジェクトに集中する可能性が高くなる画像の明るい部分は線、正方形、色のように目を引きやすくなるため照明を使用することでクラッタを減らすこともできる絵を描くことで芸術家は 絵の端に向かってそれほど詳細で定義されていない筆を使うことができる。浅い被写界深度写真撮影、3D グラフィックにおける単純化を達成するための一つのアプローチは、撮影時に被写界深度を制限するために広い開口を使用することである。適切な設定で正しく使用されると、このテクニックは写真の主題ではないすべてのものを焦点からずらす。 適切な機器がある場合、同様のアプローチは、シャインプルーフの原理を利用して焦点面を変更することです。オッツの法則に関連しているのは、三角形は画像内で美的に好ましい暗黙の形であるという観察である。正当的に魅力的な顔では、口と目は正三角形の領域の角に収まる。ポール・セザンヌは、生物画の構成に三角形を使用することに、 成功した。三角フォーマットは安定感と強さの感覚を作り出す。一般的にはただ一箇所に固定するのではなく、特に特定の場所に固定するのではなく、画像が目の周りを動くように促す方が見る人にとってより心地よいと考えられている。アーティストは動きを画像に取り入れることによって性的、または 平らな感じのコンポジションの作成を避けようと努めることがよくある。画像 A では2つの山が同じ大きさで並んで配置されているため非常に静的で面白みのない画像となっている。一方画像 B では山の大きさが異なり、1つは地平線の近くに配置されているため目が一方の山からもう一方の山に移動するように誘導され、 より面白くて楽しい画像となっている。また、自然界では、オブジェクトは滅多に同じサイズではなく、均等に配置されているので、より自然だと感じる。画像映画像 B これらの原則は、良い構成の手段になりうるが、別々に適用することはできない。しかし、良い構成を形成するために一緒に行動するべきで、ある。これらの絵はすべて、ラザロの育成という、同じ主題。 そして本質的に同じ人物を描いているが、非常に異なる構成となっている。ありがとうございます。